秋山実秋山実秋山実のる1936年3月30日から2000年8月18日は日本のギタリスト昭和期の歌謡曲演歌の伴奏者として多くのレコード録音音楽ステージに参加ギター全般後年はアコースティックギターをメインに演奏した岩手県花巻市出身1963年 日本クラウンレコード設立時から1年間、同社の専属ギタリストを、その後、日本ビクターで専属ギタリストを務めた後、フリーとなる。1965年から1970年、日本ビクターの企画により、ビンセント・ロドリンゲス、アンリラモムを名義で2枚のソロ LP レコード、この時期に人気のあった曲をアンサンブルにアレンジして演奏した、LP、太陽がいっぱい。 カレッジポップスを出す。1960年代、NHK 紅白歌合戦のバックバンドを務めていたが、NHK にバックバンド団員の出演料が低額であることを抗議した次の年から出演依頼が途絶える。1990年代に森新一、島倉千代子などのギター伴奏収録で演奏依頼再開。その他、ミュージックフェア。 演歌の花道などの音楽番組でバックバンドに参加。1987年、晩年のみ空ひばりが行った東京ドームの不死鳥コンサート以後の最後のコンサートツアーの伴奏者としてバックバンドに参加。1990年、引退から歌詞復帰した宮古春美の LP、浮草暮らし、ギターと春美レコーディング、そしてバックバンド、エンマドーで、 コンサートツアーに参加。1996年60歳を迎えたことを機に第一線を退く。この頃現場ではシーラカンスと呼ばれていた。以後2000年に水臓癌で病床に伏せるまでチャリティーコンサートやボランティアでのギター演奏を行った。ありがとうございます。